はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、いよいよね、7月の11日に、診断が実装されるというお知らせが来まして、お知らせ上ではですね、まあ、ユベルとかセンチュリオンとかマジスペクターみたいなね、この辺のカードたちが来るよみたいな話があったと思うんですけども、今日はですね、これ昨日解説したんで動画で、今日はですね、診断に入っているかもしれないテーマのお話をしていこうと思ってます。これどういうことかと言いますと、マスターデュエルって診断の内容がもうほぼわからないことで有名で、5種類しかわかんないんですよね、実装されるカードが診断の中に。これ以外にも入ってるカードたくさんあるわけで、実はですね、いくつか来るんじゃないかなと思って予想してるテーマがあるんですよ。で、そのテーマっていうのがこれ3つあって、これ何かっていうと、エレキ、冥界、そして、エスプリットロード、霊魂って言われてるスプリットテーマがあるんですけど、この3種類のテーマですね。この3種類のテーマ、もう OCG の実装順番的にはユベルとかよりも全然あの前に、メメントとかよりも全然前に実装されてるテーマだと思うんで、もうさすがにね、順番的には来てもいいと思うんですよね。で、そのテーマって結構ね、あのカードがそんなに多くはないから、強化テーマのカードとして、だからこの診断に入ってるかもしれないんだよねかもしれないしか言えないんだけど、かもしれないから、ちょっと一応あらかじめ解説をしていこうと思います。はい、で、まあエレキからやっていきますか。まずはね、エレキというテーマですね。これ新規カードがあんまない、そんなカードの枚数があんまないんで、3枚ぐらいだかな、確か。2023年の7月のエイジオブオーバーロードっていう、これ何入ってたやつだ、あ、ハオーモンとか、あと TG とか、この辺のディアベルスターとかスネークアイとか入ってら、あのパックに入ってるやつだから、もう絶対来てないとおかしい順番なんだよね、これ。エレキハダマグロ自体は。でね、このエレキハダマグロさん、結構強くて、実は。このモンスターね、何するかっていうと、まあ、エレキモンスター、エレキっていうテーマ皆さん何するかご存知ですか？エレキってね、ここに書いてあるんだけど、直接攻撃めっちゃしてくるっていうテーマなんだよね。あの、マスターディールじゃなくて、デュエルリンクスっていうテーマでは、あ、テーマっていうか、ゲームでは、なんかボットがね、めっちゃ使ってきてクソうざかった記憶あるんだけど、このエレキという、テーマ、直接攻撃めっちゃしてくるテーマで、直接攻撃をして相手のライフを削り取ってくるっていう、なんかテーマです。非常に面白いテーマでね、エレキアダマグロさん123の効果あるんだけど、これね、すごい優秀で、自分が、のモンスターが相手に戦闘ダメージを与えたダメージステップ終了時に手札から特殊召喚できますよという効果に、なってまして、まあ結構簡単に出てきますよね。エレキって全員基本的には直接攻撃できる効果大体持ってるんで、こいつとかで直接攻撃して、あ、ちなみにこいつであのダメージ与えるとエレキモンスター差しできるという効果あるんだけど、これでキングコブラ出して、キングコブラでダイレクトアタックすると、マグロ持ってこれて、マグロ入荷して、でマグロ自身の効果で出てくるっていう、これダメージステシード時なんで、あのタイミング的に大丈夫なんですけど、キングコブラで、マグロ持ってきて、マグロ特殊召喚でマグロもう一回攻撃すると、直接攻撃できると。でさらにマグロの直接攻撃でダメージを与えると、このカード と、チューナー以外の自分の手札フィールドの表側、表示のモンスター1体をリリースして、リリースしたモンスターと同じレベルのエレキのシンクロモンスターをエクストラデッキから出せると。だ、例えばコブラ、でぶん殴ってコブラでマグロサーチしてマグロダイレクトとすると、ここもここ並んでんじゃん、チューナーとチューナー以外4-4で、だから8シンクロできるんですね。8シンクロで新しくその、多分実装されるかもしれないカードがこのエレキューキっていうカードですね。これエレキチューナープラスチューナー以外の1回ずつモンスターっていう条件で出せるんです。レベル8のシンクロモンスターで打点が1600しかないっていう、本当レベル8のくせにふざけんなみたいな感じの打点してるんですけど、こいつらエレキのモンスターってシンクロモンスターって大体直接すごいいけるんですよ。でエレキウキ君直接攻撃した後に何するかっていうと、直接攻撃でダメージ与えると、自分の墓地のエレキチューナーとチューナー以外の自分のフィールドの、イカズチ族モンスター、まあ自分でもいいんだけどを、戻してエクストラデッキからさらにエレキウキ以外のエレキシンクロを出せるんですよ。で、エレキウキとかで、まあこれはもともと言ってたんですけど、エレキマイナーとか出してもう一回こいつも直接攻撃できるから、だからね、直接攻撃をね4回くらいぶち込んでくるっていう、コブラ、それから、マグロ、そしてエレキウキに、シンクロ召喚した後にまた変身してキマイラみたいな、まあ、直接攻撃4連打みたいなことしてくるという、非常に面白いテーマになってます。
まあちょっと新規カードでね、あの キングダムっていう、エレキモンスターなんか一体対象取って、そいつとは名称が異なるエレキ出せるみたいな効果あったりとか、あとそのエレキモンスターの正面の、モンスターは、召喚と保証が成功時の効果発動できないとか、まあ、こういうね、あの謎の効果がついてるこの永続魔法も来たりして、まあね、展開力がまあないんですわ、エレキって。まあこれの展開力を若干補助できるようになってます。でエレキのね、強いところは、このマグロくんが、手札から発動できるイカズ持続モンスターの効果なんですよね。だからね、これいろいろダイレクトアタックとかして、でなんかちょっとあのライフ取りきれなかったっていう時って、もうほんとどうでもいいエレキマネとかが残ってるんですよ、盤面に。イカズ持続のこれをですね、超雷竜に変換できます。はい、超雷竜サンドドラゴンさんは、あのイカズ持続モンスターの効果手札で発動したら、あの自分のフィールドのイカズ持続をリリースしてインチキ召喚できるっていう効果あるんで、これ実はエレキから超雷竜出すっていう謎ムーブができるようになっております。はい、デザインとして。でまあ基本的にはでも、あのエレキデッキって、まあ、ダイレクトアタックをしてアイドルライフを削り取っていくっていうテーマになっていて、要は打点を高くしたいですよね、エレキモンスターたちの。だからこれエレキデッキの中ではガチカードと言われている、シャインスパーク。令和の時代にシャインスパーク貼るデッキなんだよってなるんですけど、マジでこれエレキデッキの使い方ほんとガチカードなんですよ。このフィールドの光属性モンスターの打点が全部500アップするっていうね、エレキスパークというカードとか、あとこの5つの結束ね、自分の持ちの全ての、モンスターの種族が同じ場合打点を800アップするっていう効果とか、あとシャイニングアブゾーブ、これなんか怪獣を相手の場面に送りつけて、怪獣の打点分自分の光属性のモンスター1体あの打点アップするみたいな効果で、なんかキングコブラの打点がなんかあの4000とかになって4000ダイレクトみたいなことできたりするんですけど、こういうカードを使ってなんとか打点を上げてワンキル取っていくっていうのが一応エレキのまあなんかキルの取り方になってますね。ちなみにこれまでの説明全部聞いていただいた方だったら分かると思うんですけど、基本的にはあんまり強くないです。だから早くよこして。冥界というテーマ、皆さんご存知でしょうか。これもですね、これいつ、エイジオブオーバーロードのね、なんか2023年の4月あそのスネークアイとかあの辺と一緒に実装されてるはずの OCG ではカードになっていまして、これね、あの新規カードね、多分2種類くらいしか多分なかったと思うんだけど、確か記憶上ネフェルアビスってやつとこの黎明開闢っていうカードぐらいしか確かなかった気がしてるんですけど、ちょっと間違ってたらごめんなさい。これがね、この要は少ないんですね、新規が。だから多分診断に入ってんじゃねえかと、予想してまして、これね実はマジ強いんですよ、この魔法カード。あの8類族テーマになっていて、もともとね、あの冥界っていうテーマは爬虫類族をいっぱい並べて、そのまあ、リンク召喚とかエクシー召喚とかシンクロ召喚とかして爬虫類族で攻めていくっていうテーマになってました。でね、アルティミトル・ビシュバールキンっていう冥王冥界モンスターがもともといて、こいつで展開めっちゃ伸ばせたんですけど、なんかこいつが先行ワンキルに使われすぎていつだとか禁止になっちゃったんですよね。マスターデュエルでもあの禁止になっちゃいまして、これでちょっとどうしたもんかと頭を抱えていました、冥界使いは。これがその黎明開闢の展開力によって、まあ、一気にその盤面が強くすることができるようになったんですけども、これどういう方法を持ってるかっていうと、自分のフィールドの火中類族モンスター相手をリリースして、そのモンスターのレベル2個につき1体まで自分のフィールドに冥界トークンを特殊召喚できる。レベル2につき1体なんで、要は10リリースしたら5体出せるし、まあ、基本実戦上4体出すことが多い、まあ、要は8をねリリースすることが多いんですよ。ナイヤカースコンボっていうのがあって、冥界には、カースを墓地から特殊召喚して、墓地からナイヤ特殊召喚して、でナイヤの効果で冥界の魔法トラップカードに触るっていう、まあ、このムーブですね。これをすると大体黎明開闢っていうカードを、持ってくることができるんですけど、黎明開闢がカースをリリースして発動して4体のトークンを生み出すことができちゃうんですね。だから、そのモンスターをリンク召喚の素材に使って何ができるかっていうと、ゼロオール汚染コンボ、汚染ゼロオールコンボ、これができるようになるんですけど、これね、爬虫類族触ったことない人は全く分かんないかもしれないんだけど、このコンボすげえ強くて、この空わさびゼロオールっていうモンスターが何するかっていうと、リンク召喚に成功した場合に A カウンターが置けるカード、まあ、今回の場合はこの惑星汚染ウイルスっていうカード、これを持ってこれますと。
でさらに、自分相手のフィールドの A カウンターを2個除いて走るぞといった召喚するって効果と、この3番の制圧効果めっちゃ強いんだよね。このカードがモンスターゾーンに存在する限り A カウンターが置かれている相手モンスターは守備表示になって効果を発動できない。これ要はなんかバスブレみたいな感じで、なんかその制圧能力がまあまあ高いんですよ、ゼロオールって。これをですね、惑星汚染ウイルスのこの A カウンターを無限に相手のモンスターに乗せるっていう、この効果を使って永遠に出てくるモンスターをひたすら全部守備表示にして全部効果を発動できなくするっていう、まあそういうコンボです。これがその黎明開闢プラスカースプラスナイアでできるようになってるんですね。でそのカースナイアはどうやって触るかっていうと、キングレムリンが成立すればもうあのナイアの効果でカース墓地をくれればいけるんで、キングレムリンが成立したらこのコンボいけるんですよ。もうだからランク4成立イコール、惑星汚染ウイルスプラスゼロオールコンボが確定するんですね、妨害なければ。これが革命です、冥界の。これキングレムリン成立させればいいから、例えば新玉咲玉とかのコンボでもいいし、ランク4できるからね。だからまあなんか適当にレベル4、2体並べられるギミックとかでもいいわ。なんかほんといろんなギミックからこのキングレムにつなげて、黎明開闢コンボを決めていくことができるようになるので、冥界使いはめっちゃ喜んでると思います。はい、ちょっと動画でもね、このゼロオール汚染コンボ皆さんにちょっとお見合いしていきたいと思ってますんで、お楽しみにお待ちください。激渋テーマエスプリットロード、皆さん霊魂っていうスプリットテーマご存知でしょうか。これね、これもエイジオブオーバーロードに入ってたカードだからもうそろそろ実装されないとおかしいんだけど、本当エスプリットロードまだですかおじさんが実装を心待ちにしてるとかしないとか、そんなやついるかいないかちょっと知らんけどあんま霊魂まだですかって言ってるやつあんま見たことないからあれなんだけど、このテーマはスプリット儀式っていうすげえ独特なテーマになってまして、風属性の鳥獣族テーマですね、これ全員が。でね、これ七夕をモチーフにしてんですよ。これ彦星とかさ、このお姫様、要は7月の7日で七夕だったじゃないですか。だからこの時期に多分ね、実装をおそらくマスターディール運営がちょっとなんかそのおしゃれムーブをかましてこれ待ってたんじゃないかと思ってるね俺は。で最近さ、なんか星合いの天下のなんかプレイマットだかスリーブだかちょっと忘れたけど、これ実装されてさ、マスターディールに。だからこれ多分ね伏線だと思うんだよね、多分ね、これは来る気がしてる時期的にもそのマスターディール運営の伏線的にも。で、このテーマは、新しいカードが、まあ、3種類ぐらいだったかな、このフィールド魔法とあとこの、まあ、彦星と織姫様の、まあ、息子と娘、なんかこれ、お父さんお母さん、娘息子って呼んでんだけど、この息子と娘が多分実装されると思ってて、でまずフィールド魔法は何するかっていうと、自分のフィールドの、スピリットモンスターおよび、トークン、スプリットロードトークンの中から、レベルの合計が、儀式召喚するモンスターのレベル以上になるようにデッキから数属性の儀式モンスターを特殊化、要は、デッキから儀式ができますって言ってます。まあ、ただしリリースするコストが、スピリットモンスターかこのトークンかどっちかじゃできないからちょっときついよね。だからマンジゴットとかじゃダメだし、なんかその、デクラルディバイナーみたいな儀式サポートとかのモンスターはリリースができなくて、デッキから儀式する代わりにスピリットモンスターとかちゃんと使ってねっていう、新玉とかああいうのちゃんと使ってねっていう感じの効果になってますね。はい、だちょっと若干そのスプリットに寄せないと使えないです、デッキを。で一旦に2度まで、自分のフィールドの表側表示の数属性が、手札に戻った場合に、以下の効果を選択したという、と自分の墓地除外状態のスピリットモンスター1体か儀式魔法カード1枚を手札に加えるよっていう効果か、またはデッキから星合いの天下っていう、このトラップカードですね、これを、セットするか、まあ、どっちかを、発動できますよっていう効果になります。でね、スピリット儀式の問題点っていうのがやっぱり儀式モンスターでありかつスピリットモンスターなんで、すごい頑張って出してもスピリットだからその戻っちゃうんですよね、エンドフェーズに。これまあ一応トークンは生み出してくるんだけど、これ戻っちゃうんですよ結構ね。これがやばくて、その儀式ってもともと消費が激しいテーマであるのにもかかわらず盤面にからどいちゃうっていうだからこれ出すともう一回儀式しなきゃいけないっていう。で飛行クジャクとその姫クジャクのこの織姫と彦星の効果がこれ基本的には先行では別に役に立たない効果してるんですね。そのこれだったら儀式召喚に成功したら相手のフィールドのモンスターバウンスするっていう効果っていうことに、でこっちだったら
相手フィールドのマジックトラップカードデッキにバウンスするっていう効果なんだけど、これ先行出しても意味ないじゃん基本的に。だからこの織姫と彦星は基本的に相手のターンで出していくか、まあ、または後手で出していくかっていう感じの効果があってね。でそれを実現可能にするのがこの星屋の天下ってトラップカードなんですよ。でこのトラップカードは何するかっていうと、トラップカードの墓地効果で儀式をすることが一応できるんですけど、このねこれをね要は持ってくる方法がなかったんだよ今までは。星屋天下をこれを一応だからセットできるようになったので、相手のターンにこの星屋の天下をセットして、でこの姫クジャクとか被告ジャク、このお父さんお母さん出してバウンスしたりして頑張ってくださいっていう。でお母さんは結構効果強くて、相手のマジックトラップカードをバウンスしながら、このカードが特殊召喚したエンドフェーズ、あ間違えた、その後か、この相手のフィールドのマジックトラップカードを戻したその後、デッキからレベル4以下のスピリットを召喚条件を無視して特殊召喚できると。だから特殊召喚できないみたいなモンスターでも全部召喚条件無視して特殊召喚できるということで、これでなんか天の岩戸とかこういうのを一応出してこれるっていう、これをね一応相手ターンに一応狙えるようになったよっていう感じの、まあそういうデッキです。まあはっきり言ってそのこの誘発がいっぱい飛んでくる環境で、この儀式っていう、まあ、要はデッキからいっぱいサーチしたりとか、なんかその効果使わないとなかなか何もできない、デッキでは非常にね苦しいと言わざるを得ません。環境で戦うパワーは距離はないんですけど、ただまあ、七夕っていうのはありますし、まあ面白いテーマなので、まあ、僕は動画にはしますので、よかったら楽しみに待っていていただければと、はい、思います。というわけで、実装されるかもしれないテーマ3テーマ解説妄想動画は以上となります。ただね結構実装される可能性はまあまああるんじゃないかと思ってて、なんでかっていうと今回の3テーマって要は何パックに入っててもおかしくないぐらいの枚数の少なさなんだよね。あんまりカードの枚数ないんですよ強化パーツが。だからもうここにシレット入っててもこのパックにシレット入っててもおかしくないし、あとレガシーとかに追加される可能性もあるよね。黎明開闢とかネフェルアビスあたりはもうもはやレガシーパックに実装しても別にいいんじゃないかっていう話もあんだけど、まあ、そういうくらいのレベル感なんですよ。これ今回の解説した3テーマ実は WCS 前に実装してもいいのって思ってる方いらっしゃるかもしれませんが、マジで環境に影響は一切与えないです。悲しいかな。特に環境に影響は与えないテーマとなってますので、別に実装しても大丈夫だと思ってます。いくらでもいつ実装してもあんま影響ないから、今実装しなくてもいいみたいな話もあるのかもしれん、知らんけど、やっぱエレキ好き、霊魂好き、冥界好きは世の中にはある程度いるので、そういう方のね意見としてぜひね捉えていただければ、はい、実装していただければ早めにと思ってます。はい、というわけで、ご視聴いただきましてありがとうございました。カードリストないのでこんな動画しか作れなくてカードリストがないんでこんな動画しか作れなくてすいません。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。